やめろやめろよ。ニコちゃん、これやったな。それを待ってたんですよ。おいしょ、いいっすね。山本さん、今どこに向かっているんですか。今ですか。浜比嘉、浜比嘉、浜比嘉島だっけか。なんだか沖縄の神様の発祥、始祖の神様がいる島らしいですよ。楽しみですね。そこで民泊でね。そうですね。楽しいことやっていきましょう。うん。あの最後の島なのかな。そうなみたいな。あっちにある島の方に、お寺は。あ、右の。そうそうそう。うん、そうですね。じゃあ一回左の島を寄ってまたあの橋を渡っていくと。うん、結構遠いね。ね、思いのか橋というかこの道が長かった。うん、ついてる？着きました。あ、ここだ。東方旅館。ああ、出てきた。庭はこんな感じです。いい感じですね。ね。芝も綺麗だ。沖縄だと冬枯れしないんだ、ね。確かにね、うん。めちゃくちゃ元気だね。ね。うちの家も全部今白いもん。あ、そうだ、うん、ここがバーベキューとかできるやつ。こんな感じ。この広い庭持て余したね。フットサルできるレベルで広いからね。フットサルだね。キャンプ、グループキャンプできる、ね、そう、すぐキャンプできるっていう思考になっちゃうけど、もったいないよ、あんな素敵な母屋が。サンゴも、サンゴだよね、あれ。ガジュマル。ガジュマル？そうなんだ。ちょっと、PB の方行ってみます、PB の方。PB の方行ってみましょうか、じゃあ。皆さん、PB っていうの分かりますか？プライベートビーチです。ちょっと行ってみましょう。行ってみましょう。PB ですね。すげえ。PB ですね。俺は PB ですね。ね、なんでこんなもっこりしてるのがいっぱいあるんだろう。建材、本当はもっといっぱいあったんだけどなくなっちゃったのかな。あ、海綺麗だわ。やめろやめろよ。でも入れなくないよ。素敵ですね。開けるとこんな感じっすね。おわお。すごい光が。もう5時過ぎてるけどまだ明るいね。お外にはなんかあそこでバーベキューができるのかな。やっちゃいましょうか。やっちゃいましょう。フットサルできる。フットサルできますね。マジ奥行きが非常に広い。すごいね。キッチンはまあまあだね。うん、これお風呂。あれ本当だ。シャワーしかない。上はどんなです。めっちゃ広い。あれ上にも風呂ある。上にも風呂ある。あ、すごい。あ、なるほどですね。すげえ。俺ら3人しかいないのに。あ、こっちはちゃんとあるね。いいお風呂がついてる。あ、いた。いや、やっぱちょっと、あ、すごいじゃん、和室があるよ。これ一人一部屋でも確かに。そうっすね、足りるけど。悪いことしないようにね。気をつけてくださいよ。かわいい。おパンティーだよ。ほら。全然車空いてるし。
あ、すごい。あれがプライベートビーチ？うん。ちょっと行ってみましょう。行きましょう。で、チルですね。あれなんかあと持ってくもあったっけ？あとはこのちゃんこいつを。ワインもあるけど。よいしょ、よいしょ、乾杯しましょうか、まずは。やりますか、お願いしますか。よっしゃ、やりますか。大きくない？大きいよ。幸せに見よう。ビッグな男にビッグなサイズ。そういうことです。おりよっすか、おりよっすか。いいですね。わお、綺麗だね。ね。6000万。よいしょ。おー、綺麗に。ああ、したね。おお、よし。ヤマダル。はい。浜比嘉島に。はい。キャバイ、キャバイ。じゃあ続いていきましょうか。お願いします。さっきウルマルシェで買ってきた人参しりしりとキャンパチいきますか。しりしりっていうのは有名なんですか？うん、沖縄の、あ、沖縄のもうね、みんな、なんか食べる家庭料理みたいな。うまいんだよね。しりしり。しかも今回なんかいりこが入ってるっていうのが書いてある。いりこ、お魚が若干入ってる。ウルマルシェ。ね、結構行くんですか？いや、行ったことないです。あんだなっていう、良さそうなとこあんだな。結構いろんな鮮魚から、うん、野菜もいっぱいあったもんね。うん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 、ね、うまい。ブリンブリン。うん、美味しい。うま。うめえなー。うめえ。ただいま。しりしりいただきまーす。お魚入り。ソテーの方はただのソテーなんだ。キノコのソテーみたいな感じ。これは別にしりしりと関係ないんで。うん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 。早いなー。すまへん。2周目か。2周目か。はい、どうぞ。うん、あ、うまい。うまいね。あ、しかしここ。持て余しまくってる。20分の1にいる。あんないいやんのに外にいるし。そんな俺らに。はい。どこでもいいじゃんってなってきます。全然寂しくないんだから。ね。ホテルがあるのに。外で野宿するんで、ね、でも沖縄だから外で食べたくなっちゃいますよ。うん、ね、明るいし、うん、ちょうど気候も一番、ね、うん、過ごしやすい。いいと思う。一番半袖半ズボンだったもんね。うん、汗かいたしめっちゃ日焼けしたしね。じゃあメインディッシュいきましょうか。そうです。メインディッシュいっぱいあるんですか。ご飯は何ですか。まずはすき焼き作っていきますよ。しかも、まあ、もズバズバうるせえな。もずく酢うまい。もずく酢うまいよね。おいしょ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 。すき焼きおいしいよね。いいね。すき焼き食いたかったんだよな。しかも今日さっきウルマルシェで買ってきたウルマ牛肩ロース。ウルマ市で育ててんのかな。こういうことじゃないですか。男のすき焼きだからガンガンやりますよ。うん、ほいで最後に
もずく行ってみましょう。なんかアッパーさんがもずくのすき焼きが美味しいと、うん、めちゃくちゃうまいですよ。うーん、想像できないね。ねえ、昨日聞いてちょっと。ガチョ君 VIO 取れたね。すげえボーボーだった。で、簡単にすき焼きのタレでいかせていただきます。うん、よっしゃ。いいね、スーバーナースーバーナーいいっすね。じゃあ景気よくすごいのやっちゃおうか。いっちゃいます。うん、すき焼きができる前に仕上げていこう。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。パッカーいきましょう。いいですか、いいですか、いっちゃって、うん、本当は昨日のキャンプで飲もうとしたんだけど、ね、そうなんだよね。残波にやられちゃって。残波で波に飲まれて、波に飲まれて。使い物にならないかもね。それでは、はい、いきますよ。はい、びっくりした。早すぎた。早すぎた。では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 。よいしょ。よいしょ。ああ。よし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 。はい。よいよいよい。じゃあ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 。おお。じゃあなんか。酒かすどもお前だろ。どんぐりのあのやっぱりキャンプでも飲むの初めてだ。うん、あーあーあー V2 だな。一部の人しか分かんない。最高だな。すき焼きもいい感じになってきましたよ。おお、匂いが、香りがもうすごい。がいきますよ。もずくのすき焼き、きた。卵もウルマルシェで買ってきたんで。ね、それ卵美味しそうだね。ね、よし、やりますか。卵食べましょう。特盛りの卵。特盛りっていうブランドなのかな。でかい。でかい。でかい。特盛りってそういうこと。あ、でかい。でかい。あ、でかいっすね。あ、え、え、2個いってる。え、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 俺の特盛りだわ。俺の特盛りだわ。わぽーん。これは幸せですね。初めて見たわ。たまたまかもしれないですよ、これ。たまだ、たまだけど、ちょっと。だけ2個だったかもしれないから、うん、うん、やってみましょう。すごい。あの、すげえ、たまたまでした。たまたまでした。たまたまでした。すげえ、すごいね。聞いたね、俺。行きましたね。行きましたね。すごい、初めて見た。いいことあるんじゃん。ありがとうございます。今日1個もでかいよ。ね、でかいでかい。よっしゃ。クリスマスします。すげえ確率だな。あれ全然減ってないじゃないですか。3時間前からするの。はい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 。もずくのすき焼き、このすき焼き。それでは。どうも。そういう酒じゃねえだろうと怒られちゃう。グイ。お叱りグイ。先にじゃ乾杯しよう。うるまに。いただきましょう。行きますか。もずくから行く。もずくから行ってみます。じゃあ行ってきます。ちょっと申し訳ないんですけど。本当ですか。だからさ、パパさん。ブレブレ。で、山本君から行ってみます。うめぇ。うめぇ。来ました。うまい。うん。なにこれ。
口に入れた瞬間からうまいの分かる。いや、うまいっすこれ。うんうん、うまいっすね。もずくいけてますね。うん、ね、やっぱりね。まとうんですかね。しみるんでしょうね。白滝ちょっとアウトのもずくいいんで。うん、確かに、すき焼きやってみる。確かに、確かに。白滝はもうやめた方がいいかな。白滝からの卒業。リタイア。リタイアしましょう。白滝。お肉ともずくでいっちゃっていいですか。うん。うめえわ、やっぱ。このとろみもまた。うん。おいしい。うるま牛。うるま牛おいしい。こんなにうまいと思わなかったですね。うまいですよ。お野菜もう全部入れちゃっていいですか。うん、ガーってもうテッサ取るみたいな。長島スタイル。いただきます。うーん、程よい食感もね。ね、うまい。やりましょう、やりましょう、やりましょう。乾杯しますか。乾杯しますか。ありがとうございます。最高の沖縄ナイト。沖縄、沖縄、沖ナイト。いやー、これなんですか、このもずくに入れるレシピ。なんか奥さんが考えてきたんですか。いや、なんか沖縄でめちゃくちゃうまいすき焼き屋があって、うん、そこで普通に頼んだらスタンダードでもずくついてたんですよ。あ、最初から。そうそうそう。もずくがうますぎて、もずくだけ追加リピートする。肉買わない。行かずにもずくだけ。これやるわ。3番テーブルもずく出るな。めちゃくちゃもずく出る。でも沖縄ならではね、これ、うん、初めて見たの。うまいね。本日の、はい、メイン。2品目。ちょっとアッパーさんが取り寄せてくれたみたいなんで、うん、出ましょう。どうやらめちゃくちゃうまいらしいですよ。ヘモト君はまだ童貞だもんね。極みハンバーグ童貞ですね、うん、極み屋さんっていう、うん、極み屋、福岡の。そうですね。この状態の通販のやつ食べたことないからやっていきましょうか。じゃあ、うん、いや、行きましょう。ほら、行かせてもらいます。極みや、ハンバーグだからね。いや、伸びる。よっしゃ、よいしょ。成形して。結構通販するんですか。結構してますね。取り寄せグリーンみたいな。2日に1回。うん。お客。お客。週3で極まってるから。ダンパした。確かに。ちょっとチェイサーもんなす。あ、そうだね。ダンパー。ダンパーじゃなくて、オリ。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 めちゃくちゃいい香りしてきましたね。うん、香りでどっちか飲めちゃいそう。あ、よいしょ。あれやだ、あれやだ。じゃあ、キャミヤ。あー、いいっすね。アリー乾杯。じゃあ、ひっくり返していきますよ。よいしょ。うーわー、おー、おいしょ。なんだっけそれ、なんだっけそれ。あー、うまそー。タレがあり、割る割るたこ焼きのサンタ。そっちなんだ。たこ焼きマントなんです。マントマント。ナチナチ極まってる。極まってますね。気持ちも極まってる。食べる前からキャンも極まってる。キャンミヤ。キャンミヤ。
お酒みたいなね。これはパーセン的に焼き具合あのOK出たら詰めてるぐらい。だいぶもういい。もうかかって。ご飯も全部しときますか、じゃあ。ん？ご飯。あ、そうだね。ご飯止まんなくなるんで。いただきます。焼けましたよ。よいしょ。極まってますね。じゃあ、またこれ、ぜひぜひ食べてください、ちょっと。え、いいの俺から、うん、もちろん。いいんですか？もちろん、もちろん。え、いっちゃいます、味付けを。塩がいいと聞いたね。ちょっと岩塩振っていいですか？そうっすか。岩塩、ちょい振りで。なので。うんうん。いただきます。はい。初極み。すいません、いただきます。なるほどこれやったな。めちゃくちゃ年上なのに。うわー、やった。悟空盛り。うん、うまい。うん、あとは最後液体じゃない、固形固形からの。やばいじゃん、やばいじゃん、また太るじゃん。どこどこ行こう。よいしょー。うわ、幸せ知っちゃいましたね。帰ってきた、帰ってきました、帰ってきた。おかえり。久々に食うな。あら、相当久々っすか。そうですね、3、4年ぶり。だいぶめっちゃ食います。うん、サビ以上いただきます。いただきます。うーん、悟空。米は強い。うーん、うん、わさび醤油うまい、うまっ。真ん中のあんま火が通ってないのにね。うん、うめ、これマジでうまいっすね。やったな、出ちゃったから。いやいやいや、これやったな。それを待ってたんですよ。待て。この赤身にはちょっと、こっち焼きの飲み物いきますか。うんうん、うん、よいしょ。やお、さあ行きますか。やっちゃいましょう。どうしたんですか。これなんか今沖縄にいるんですけど、視聴者さんがぜひ飲んでくださいっていう、なんか長野のワインらしいですよ。うん、ちょっとこれでサッチャーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。飲んでみましょう。よいしょ。おーい。ではでは、アッパさん。いいよ。これ香りがもういい。じゃ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 。あー、いいっすね。じゃあ、さっちゃんさん、いただきます。いただきます。うん、ウニのことはあのまだ分かんないけど、美味しい。美味しい。これは肉に合うよ、うん、ね。結構ワインも奥が深すぎて、うん、ですね。変なこと言ったら多分言ってんだ。美味しいね。うん、うん、極まってから
極まって、チェアーズ。うん、うまっ。最低は。ごよ。ごやらごやら。ごやらごやら。やったな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 を待ってたな。やりましたこれは。やりました。最高。沖縄、ありがとう。そうだよ。ドアだよ。